溢れる美と健康情報。はい、こんばんは。広島です。今日はなんと一人でお話しすることになりました。<laughs> 拍手入れてくれて、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、具体的に私がどういう経緯で。 まあ今、渋谷で生態音を経営してるんですけどまあその話とかも含めてお話、今日50分しようかなと思うので広島に興味がない方、<laughs> 軽く聞き流しておいてください。<laughs> はいそれでは、ですねまず私の簡単なプロフィールをお伝えしようと思います。平成2年生まれ で,す、ね、で今31歳でまだ結婚しておりません。で姉と2人姉妹で山梨出身なんですけれどもあのー、実を言うと母校が甲府第一高等学校っていうところなんですが結構歴史がある学校なんですね。でそこの今創立年月日を調べてたら。 1880年の10月23日ってことは140年の歴史結構長い高校にいたなあっていうのがありましてでそこでですね伝統行事としてなんと100キロマラソンがあったんですよほんと24時間テレビの100キロマラソンと一緒 <laughs> あのー、20ほんと100キロ24時間あの保護者フルで <laughs> サポート大変ですよね <laughs>。ただうーん、まあ、ちょっと調べていただければわかるんですけど私が中学校の時に初めてその競歩 競歩遠足っていうんですけどそこで事故がありまして、えー、と私が所属してる3年間に関してはあのー、半分男子が5 0キロで女子が3 0キロだったかなそれを多分12時間制限がかかって走ってたと思うので私は1 0 0キロ走ってないんですね。 で今は、えー、と元に戻ったと聞いてます後輩たちからただやっぱ100キロ走れる生徒がいないっていう情報は頂い,いてますねなのであの100キロマラソンができた時って100キロっていう逆に言うと制限がなかったとも聞いてます先輩方からなので 1>, 1位をずーっと走ってる方に関してはもう専属で車かバイクかがついて行けるところまで時間の制限はあったみたいなんですけど24時間っていう時間制限はあったとは聞いてるんですけどえっ、ー、と最長で最長の方が高校生の時に話しに来たんですけどその方はもう100。 100キロはもう余裕で超えてたっていうのは言ってたのでそこそこ体育会系の高校にいましたねそんなことをなんか久々なのでなんかプロフィールをお話しする機会を設けていただいたのが逆にそんだけ歴史がある高校にいたんだなっていうのをちょっとまじまじと感じました。 で私は甲府第一高等学校を卒業して、えっと、管理栄養学科、まあ、管理栄養士を目指そうかなって思いまして鎌倉の鎌倉女子大という、まあ、4大ですね女子大の方に行ったんですけれどもあのなんで管理栄養士になったのかっていうきっかけに関しては高校3年生の時の まあ、担任の先生が男の先生だったんですけどいてその先生に「まあ、正直進路分かりません」って私言ったんですよ。なんですけどその時に初めて好きなことって何かなっていうのを生まれて初めて考えたんですね。私人生で 自分のことについて考えたのって 3, あの3回あってそのうちの1回目が高校3年生でしたでまあご飯夕飯とかまあ土日の休みの時のお昼ご飯とかはよく作ってたのでまあご飯作るの好きだしまあ調理師シェフになりたいとかではなくて、まあ、ご飯 作るのが好きだから管理栄養士にの方に行こうかなっていうちょっと軽い気持ちで行ったんですが、まあ、栄養士っていう免許もありますただその時の担任の先生が栄養士とるんだったらちゃんとあの深いところまで勉強して国家資格の管理栄養士っていう資格を国家資格を ぜひ取ってみたらっていうその一言をいた,だいたのであの管理用学科に進んでまあ,あの見事あのー、まあ私たちって大学が卒業して初めて国家資格の受験資格をいただけるんですよ。なのでえっと卒業式が終わった次の日か次の日かに。 国家資格を受けましてでまあ見事合格してで栄養士としてまあ一部上場会社に,に勤めたんですけれどもその時にですね私まあ A 型なんですけど <laughs> 結構行動力がすごくて 管理栄養士って楽しいけど一生やっていきたくない仕事だなって新入社員の段階で思ってしまったんですね。でなんで思ったかって言ったら私まあ大手に入ってたので本来その献立て作成を。 すするのが仕事なんですけれども例えばタンパク質が何グラムとかこうビタミンがどのぐらいとかそういう数字を合わせた献立を作ってでそれを再現していくんですけれども、まあ、正直献立で作成した数字とじゃあ実際に食べる方が口にする その野菜のものだったりとかにこのズレが生じてくるなっていうことがもう目の当たりにした段階で私はこの仕事ってズレがあるなって、まあ、正直カミングアウトしてしまったらそんな感じに思ってしまったんですよ。なのでモヤモヤを抱えながら仕事をしてたっていうのがまあ新入社員で22歳の時に感じた。 あのまあ生態業に行くきっかけになった一個なんですけれどもそんな経緯がありましてまあ2年勤めていたんですがもうあの1年目終わった時に、まあ、会社の方に「まあ、あと1年は働きますが2年目で辞めさせてください」ってもう言ったんですよ。そのことも、まあ、親には言わず、うん 無断で辞めました仕事を <laughs> そうで管理栄養士の後に何やろうかなって思ったんですけどその時にたまたまお会いしたあのまあ男性で経営されてる方がいらっしゃってその方に好きなことと やりたいことは違うよよって言われたんですよじゃあ私本当に好きなことって何かなっていうのに例えば美容の方を勉強してみたり美容の方をやってる方々にお話を聞いたりとかまあいろいろ行動し,たしてみたんですよ。だから興味があるかことと 好きなことは違くてで、それを仕事にするかってなった時に自分にまず向向いいいててるか向いてないかなも違うんですよねそれをまた初めてあのー、ちょっと自分と向き合って考えた結果美容の方は仕事としてやりたくないなって思ったんですよ。で健康 健康事業に携わっていたいなって思った時に私はディスクワークがそんなに好きではなかったのでまあまあ肉体労働って言ってしまったらあれですけど肉体労働あ生態業だったら私一生やっていきたい仕事になるかもしれないっていう形で、まあ、生態の方にまあ縁したっていうのがあります。 で、たまたまですね、その話を私、友達みんなに言いまくってたんですね。管理栄養士をやめて、生態の方に行くと。そしたら、あの、京都の高校にの友達がですね、よか、いい先生がいるよと。で、ちょうど関西に、 まあ、プライベートで旅行に行くってなってたのであその先生の話聞きたいって言って京都で、えっと、理学療法士の先生をご紹介いただいてであこの施術だったら私一生やっていきたいって思えるものかもしれないっていう流れで。 まあその理学療法士の先生の立ち上げてる教会に入らせていただいてなのでまあ管理栄養士しながら生態業を勉強していた時期があったんですねなのでまあ仕事終わってもう一個仕事をするっていう感じでしたでその時にですね まああのたくさんの方々とお会いして,してたので、まあ、無料で施術させてください、まあ、勉強がてらですよねなのでたくさんの方々とお会いするきっかけもそこで作れたのかなとは思ってますでその施術をどうしたら皆さんに届けられるかなって思った時に私は大手にこれ勤めてたら 広げられないなっって思ったんですよなのでまあ自分でやったら広げられるじゃんっていうところで、まあ、サロンを立ち上げようっていうのをもう思ってしまったんですよね。でちょっと今ホームページぜひちょっと出していただきたいんですけど私24歳で独立を ししてておりま屋号がグラ,ンズグランツっていうあのドイツ語でサロンを立ち上げてるんですけれどもまあ光、まあ、輝くっていう意味で屋号をつけさせていただきました私 あの怪我した方を治療したいわけではなかったので、まあ、例えば慢性的な腰痛肩こりつらい笑えてない方に関して、まあ、笑える状態を作りたいなっていう意味で最初「笑顔」っていう単語でいろいろサロン名にできることを調べてたんですけれどもなかなかないんですよね。 でその時に、まあ、輝いてる女性がすごい私の周りには多かったので、まあ、輝くっていう意味で調べた時に、まあ、グランツっていう屋号がもうしっくりきたのでそれをさせていただいたんですよねなので、まあ、そういう意味で立ち上げたみんなが笑顔になっていただけるように 慢性的なものの痛みから解放できるようにっていう思いで立ち上げたんですけれどもホーームページって出せますかね画像化ホームページ出せたら助かります。 こんな感じで、うちのサロンはしておりますちなみにこの「トップガ」のモデルさんは友達なんですけどめちゃくちゃ可愛いので <laughs> ぜひインスタで調べてみてください歌も歌もうまいので <laughs> まああの、うちに関しては全員女性スタッフでしてます 女性限定ではないんですけれども、まあ、主にあの女性施術者だけで整体をやってるサロンってかなり少ないんですねなので、えー、とお客さんは8割ぐらいは女性ですそんな形でしてますねはいで まあ、骨セラピーっていう歌い文句で私たちちょっと施術をさせてもらってるんですけれども、骨セラピーって何ってよく言われるんですね。まあそうですよね。骨、骨をセラピるんですかっていう話をよくされるんですけど、あのー、骨って言ったら、 理解室にある人体模型大体皆さん思い浮かぶかと思うんですが分かりやすく言うと家を建てる時って絶対その柱があるじゃないですか。まあ柱が体で言うとまあ骨の部分とちょっと近しい感じですね。なのでで、骨組みがずれてるだけで 骨組みがずれてるから筋肉が頑張らないと姿勢維持できなかったりとかするんですよなので、まあ、筋肉を調整しても骨のポジションがずれてたりとか、まあ、骨というよりかは骨の間のこの関節なんですけど関節がうまく動かせてない方は結局筋肉が頑張らないとあのずれてる体を維持できないんですね。 なのでうちに関してはまずは根本骨に関して調整しましょうよっていう形でしてますただですねあのー、施術をしてて私も思うことがあって多分皆さんも感じてると思うんですけど マッサージとか整体行っても次の日もう一回肩凝ったことってありません <laughs> あのー、根本改善をどこの治療院とかもうたってると思うんですけどじゃあ根本って何って話になるとあのー、なんでずれたのっていうところじゃないですか。 ずずずれれた原因をを話さずに、ずれててるるものを先生が修正することって多いんですよ。で、私たちは根本改善を目指してるのでずれ始めたきっかけって何なのかなっていろいろあの患者さんとお話しします。そしたらパソコンの高さだったりとかじゃあ家で、えー、とテレビを見る時のソファー。 の位置とかテレビの位置とかそのクッションがどんだけお尻が沈むのかとか例えば本当にいろいろあります普段の立ち方だったりとか荷物の持ち方だったりとかそういうものですねまあ靴も含めてそういうもので体が少しずつずれ始めてるんですよねなので正直ディスクワークの方って その座り方とかパソコンの高さとかそういうものをまずは直してあげてずれにくい環境を作っっててあげた方が肩こりの頻度って落ちるんですよその先にあの施術をして調整するで調整してもらうと自分の体ってこんなにずれてたんだなってご本人が分かって もらえるのですごいそれは必要なことだなっていうのは個人的にすごく思ってたんですね、まあ、私も正直言ったら一番最初初めては患者さんというかまあお客様に入らせてもらったデビュー戦っていうのが必ずあります誰でもその時はそのお客様がどうやって座ってるかとかそういう話はせずに。 とりあえず調整するっていうことに集中していたんですが調整しても調整しても結局戻るんですよ。切れないいななって正直思いました。なのであの調整した体をいかに維持できるかって考えたら日常動作を変えてあげることが まあ、一番その方のためになる、まあ、知識提供も含めて皆さんの、あのー、ためになるなって思いました私たちはよく自立できる体を目指してるんですねただ依存させる先生が多いですなんだろうな私がちょっとぶっちゃけ言うのもあれなんですけれども正直 ずれなくななななったらいいじゃないですか <laughs> なので私も一度やっぱ葛藤しました。お客様がうん売り上げ上げなきゃって例えばオーナー業で思った時にお客様がお金ではないのにお金に見えてくるっていうのは多分施術者は。 売上に追われると、ちょっとそれは感じたことがある方が多いんじゃないのかな。とは正直思うんですね。本当に人の体を治したいって思いで、あのこの業界に入ってる先生がほぼ100%に近いとは思うんですけれども。じゃあそれが0円でやれボランティアでやれるかって言ったらまた別の話じゃないですか？ なので私も一度、あのー、自分でビジネスをしてきてもう6年は経ってるんですけれどもそれは一回通過したことですね。まああのー、ここの「アズリ FM」はですね何でもストレートに言ってっていう曲なので今曲調丸出してくれてますけど。 あのー、まあ裏のお話をですねまあストレートに言うと、まあ、こんなお話は結構ありますだしうん何ですかねずれてるものを調整したい研究者みたいな先生がすごく多いですなのでずれた 原因とかも言わないですし、また僕が直してあげるよ。っていう先生が多いなって。だから自分の体は理解できないから、この先生に委ねようっていう流れができるとまあ、リピートになってくるんですよね。まあ、それが両方できる先生もやっぱいらっしゃるなって思うのといい施術者ほど。あのー、素直なので。 じゃあそれが売り上げに直結するかっていうのもまた難しい話でそれは音楽業界もそうだと思うんですよねどの業界もそうだと思うんですけれどもあのプロフェッショナルな方が素晴らしいものを作ってもそれを売る方がいらっしゃらない限り世の中に出回らないっていう現状も私はやっぱり痛感したので。 うちのスタッフに関してもすごく技術力もありますし何ですかねそうやって技術はあるのにどうやって売っていけばいいのかなって思うことも正直いろいろありましたなのであのー、まあサロンを立ち上げた一番のきっかけはまあお客様が笑顔になってくれたらいいなっていうのが一番だったんですけれどもまあオーナー業に 移行しときにお客様もスタッフもどうやったらまあ輝いてる女性に、うん、近づける状態を作ってあげる環境を作ってあげるかなっていうのをすごく考えて仕事を私は今はしてます。で私はうちのサロンはですね生態、まあ、という言葉を。 使わせてもらってるんですけれどもじゃあ世の中皆さんどこのサロンに行ったらいいかわからないっていう人結構多いんですよで整体リラクゼーションじゃあオイルトリートメントとか折骨院とか回路とかなんかこう色々な名前があるかと思うんですけれどもうーんまあ、ざっくり言ったらまあ、整体とオイル トリートメントまあリラクゼーションの違いをお伝えするとまあ生態はなのでまあ保険が適まあうちのサロンも保険適用はし,してないんですけれどもそういう手を使ったまあ主義で。 体を調整するっていうことをやっていきますじゃあよくあのオイルマッサージとかちょっとタイ,タイみたいな雰囲気とかバリみたいな雰囲気とかこうゆったりした音楽が流れてるああいうリラクゼーションのマッサージってじゃあ何っていうとリラクゼーションって基本的には心身まあ体ですよね。 心身ともにあの心が緊張と不安から解放されることを目的としているので、まあ、体の調整とかではないんですよなので体がずれて痛いなとか何か不調が起きたなっていう時は整体とか接、まあ、骨院とか整骨院そっち側に行かれた方がいいかなと思います。 で今は結構皆さんオーバーワーバワクされてるんですよね在宅とかが多くなってきてるので、まあ、いつでも仕事ができちゃうパソコン1個でどこでも仕事ができちゃうっていう状態なのであのオンとオフができなくなってきたりとかちょっとリラックスしたいなっていう時あるじゃないですか。そういうい時は あのオイルマッサージだったりとか、まあ、リラクゼーションと呼ばれるところ緊張から解放することが目的となってる主義の方があの体的には合った治療法になってくるかなと思いますなので体が痛みが出てるんだったら接骨院整骨院 とかそっちで,す、ね、でもう仕事で一旦リラックスしたいリフレッシュしたいっていう時に関してはあのリラクゼーションオイルだったりとかまあ圧とかでもリラクゼーション寄りなところが多いのでそういうところに行かれた方がいいかなとは思います。でじゃあさっきから。 座り方とか、まあ、環境を直した方がいいよって広島結構言うけどじゃあ正しい座り方とか正しい立ち方とか特に難しいのは正しい歩き方なんですよね多分皆さん知らないと思うんですよ。で私もですねあのまあ6年間やってきて「あ知ってます」って。 っていうお客様って今のところあったことがなくて私は将来的にはその座り方、立ち方、歩き方って小学校、中学校の体育の授業で本来入れてった方がいいものだと思うんですよねその三つが生活動作の基盤になるので そこがあって初めて飛び箱とととかかやっったたがいいと思い思ますダンスだったりとかそしたら学校の机とか椅子とかそういうのも全部直してってあげた方が今子どもの,あの視力低下もすごい問題になってますしなんですかね東京でランドセルしょってる子どもたちって。 なんか重そうにランドセルを背負っててすっごいみんな猫背なんですよね。電車乗ってる姿を見てて思うんですけどそれってまあ教えてもらってないからできないことであってちゃんと授業でやってあげたらいいのになってやっぱすごい思いました。そう。なのでちょっと今日は。 あの正しい立ち方と座り方を皆さんにお伝えできたらいいかなと思いますちょっと歩き方は難しいので立ち方についてなんか画像をもし出せるんだったら出していただきたいなと思うんですけど。 皆さんどうやって立ってるかって見たことありますか自分のないですよね。よくお客様に言われるのがあの写真見て自分の後ろ姿がブサイクでショックを受けてきましたっていうお話何件かいただいたことがあって。 モデルさんとか、まあ、仕事で見られる方に関してはすごく気をつけてるんですけど普段あの自分の座り方も立ち方も皆さん自分で見ることができないのでだいたい鏡,鏡見る時ってちょっと決めてみるじゃないですか <laughs> ちょっと今日のコートとか言ってこうやって立ちながら。だいたいたその立ち方じゃなくて あの信号待ちしてる時とかあの何、ー、ですか駅のホームとかそういう時の立ち方が素の立ち方なんですよね。そうすると本当にわからないんですよ。サロンに来てじゃあこれいつも通り立ってくださいって言っても大体いつも通りじゃないんですよね。なので是非、あのー、ね明日信号待ちしてるなとか。 なんかこう立ってる時にふとあ昨日聞いたなって思った時に思い出していただきたいのが、あのー、今画像を見ていただくとこう真ん中に点線があるんですね。で体も、あのー、家,家と一緒でですねタワーマンションを建てる時って必ず下から積み上げていくじゃないですか。 なのでくるぶしちょうどくるぶしらへんから点線が入ってくるんですけどくるぶしの真上に骨盤が乗ってその上に首が乗って頭蓋骨が乗っかるのがまっすぐなタワーマンションの骨組みとまあ一緒なんですよね。そうすると多多分多くの方々が結構か,かとにんくなって 感じになると思うんですよ。でも、骨は骨の上に積み上げていただいた方が筋肉使わずに立てます。はい。だいたいお腹がスライドしてるか？そうすると首も前に落ちてるか？だいたいくるぶしの骨の上には骨は乗っかってない方が多いんですよ。 骨組みがずれてるるから筋肉で頑張るその結果腰が痛いその結果首が痛いいろいろなってくるんですけどシンプルに考えていただくと骨骨は骨の上上に積み上げてくださいもう分かりやすく言うとでその確認作業は必ず鏡でやっていただいた方がいいと思いますあのジムとかに行かれた方 多いと思うんですけどジムって必ず鏡ありません多分鏡がないジムってあんまりないと思うんですけどなんで鏡があるかって言ったら鏡を見なくて主観的に例えばスクワットとかバーベル持,つ持ち出すと今までの癖でずれた状態でトレーニングをしだすんですね。 なので必ず鏡を見てあ正しいフォームだなっていうのを客観視しないと人って自分の体をうまく使えないんですよ。冷静に考えるとあのー、スポーツ選手って体に自分の体を正しく使うことに関してはやっぱプロなんですね。その… プロのスポーツ選手でさえ鏡の前でトレーニングをしてで例えばトレーナーさんに走ってる姿を動画で写してもらってそれをまた自分で振り返って自分の走り方を客観視するんですよねプロでさえ自分の体を主観的に使えないだからこそ 客観的に自分の体を見ないと、自分の体は基本的には使いきれないです正しく。なので必ず立ってる時座ってる時、あのーまあ、歩いてる時難しいですけど鏡を見て骨が骨の上に乗っかってるかっていうのを是非ね確認していただくいた方がいいと思います。 そしたら施術で正しいポジションに戻,戻ってきた体を自分が維持できる状態になるのでそれが一番自立してなんですかね、まあ、100歳今100年100歳まで来ちゃうって言われてるのが、まあ、リスクだと言われてるこの時代に。 まあ、100歳までそれをずらしにくい状態や環境を自分で作っていくっていうのってすごい大切なんですよね。それをねぜひねやっていた,けいただければいいかなと思います。であとちょっとこれはプラスアルファのポイントなんですけどあのう、ー、んー重力って 永遠とつきまとってくるんですけど、まあいろいろな先生がいろいろな本だったりとかを出しているんですが重力に負けるるるととと腰痛と肩こりが出るとは言われてるんですねじゃあ重力に負けなければいいのかって例えばずっと宇宙にいたら肩こりも腰痛もないわけですよ。ずっと水で浮きっぱなしだったら肩こり腰痛も起こりにくいんですね。 なので地球上に生きてるってことは重力が延々とかかってくるので重力に対してててせめて勝てればいいんですよじゃあ具体的に何をするかって言ったら皆さん身長を測るときに、まあ、私今1 5 7センチなんですけど1 5 7センチを身長を測るときに1 5 8センチにしたい。 ちょっと 1cm 頑張って引き上げたいっていうあの感覚なんとなく皆さん思い出せますかねあれって重力に対して逆らってる状態真上に引き上げるっていうのをやるんですけどそれをずーっとできてるインナーマッスルが強いのがバレリーナさんなんですね。つまり あのー、まあ、百五十七センチを百五十八センチにずっと引き上げてる状態で。あのー、歩いたりとか、立ったり、座ったりしてると。本当に腰痛とか、肩こりとかって軽減してきます。なぜかと言ったら、引き上がってる状態だと、潰れるっていうことがないので。なので。 あのご年齢とともにお腹が出てる方に関してはもう重力に負けて潰れちゃったっていう状態ですねなので是非引き上げてあげるっていうのをやっていただくとプラスアルファでいいかなと思いますじゃあ今度座り方のお話なんですけど座り方の画像を出していただくこと可能ですかね はい、ちょっと先ほどからバレリーナさんバレリーナさんって私言ってるんですけどほんとバレリーナさんの,あの体ってス,こうスマートだし何ですかねわざわざ重いバーベルとか持たなくてもあれだけ鍛えられるじゃないですか自分の体重だけで。結構皆さん思ってるほど思ってる以上に頭重いし腕も重いんですよ。 あの酔っ払って力がなくなった女友達をですね私ショーと思った時があって人って力抜けるとこんなに重いんだなって思うんですよ結構頭も重いんですねだから骨は骨の上に積み上げてくださいっていうのはそれなんですよじゃあ今度座ってる時にどこの骨に乗っけてあげたらいいかなっていうのがもう明確 なんですけど今図見ていただいて骨盤の骨盤ってまあ大きくは大きく言って骨盤なんですよ。で骨盤の中に座骨っていう骨があってあのーまあ、もし今座ってる方がいらっしゃればちょっと両手でお尻の下に手入れていただくと骨が2つこう刺さってるんですよね。で。 えーと骨ありますかね。でその骨って今手に対してどの角度にあるかっていうの分かりますじゃあその座骨を触りながらえっ、ー、と二段腹できますちょっとこういう感じ。<laughs> <laughs> あのライフなんだろうそうすると骨盤が後ろに傾くので座骨が前にスライドしてくるんですよじゃあ今度もう一回ちょっと腰を引き上げていただくと骨がこう手の上にピンポイントで乗る時があるんですねこれが、えー、と骨盤を立たせて座っているっていう状態なんですよ なのでバレリーナさんでいうとここがーシューズの部分なので座骨の上に背骨頭蓋骨が乗ってる状態が本来は一番体としては楽なんですよ。骨は骨の上に積み上げてあげるっていうのが一番本来は楽。 はいまあ、イメージとしてはバレリーナさんがトーシューズの上に体を乗せてるか乗せてないかの話なんですけどただ皆さん、その椅子のすごい柔らかいソファーで多分今の座り方したら作れないんですね。座れないんですすよ柔らかすぎちゃって なので椅子によってはその座骨は立てられなかったりするんですけどあの長時間作業する時は必ず椅子の上に座骨を立って立たせてあげてその上に頭蓋骨を乗っけてあげると一番ベストです今ちょっとここのスタジオで私今このパソコンがまあどちらかと言ったら低いんですよねただ この座り方をしていて頭をここで、まあ、黒目だけ下げたら、まあ、見えなくはないんですよねなので意外とこうやってちょっと斜めってあげると画面が上向くのでこの状態で作業してあげた方がいいと思いますこれが画面が立つと見えなくなるので多分こうなるんですよね <laughs> そうすると首と肩が相当痛くなってくるので ぜひこうしてあげた方がいいいかなと思いますただもし家の中とかオフィスで調整できるんだったら、まあ、ノートパソコン今アマゾンとかでもこうやって置くやつがあるのでできたらその正しい座り方をしてまあお顔の正面かまあちょっと目線下げたぐらいでやっていただいた方が本当に首こり肩こり軽減します。 それ、ね、ぜひやっていただいた方がいいと思います。であとは今在宅で家でされる方が多いかと思うんですけどぜひこの座り方がまた客観的に確認しないとだいたいこのちょっと落ちてるんですよパソコン集中すると。で広島言ってたことやってんのにクビたいじゃんかって思って自分なりにやってるから。でも、 例えば横に鏡をあの全身鏡じゃなくてもいいですちょっとまあ大きめの鏡があればベストなんですけど鏡を置いといて仕事をしてるこの座り方を鏡越しで見ると意外と首落ちてるんですよ皆さん。<laughs> なので必ず修正するときは鏡見て「あれやってたつもりだけど結構斜めってるわ」 じゃあちょっと修正しようって言って修正してっていうのがオフィスだとやっぱやりにくいんですよ鏡がないのでだから私は在宅の方が座り方は直しやすいと思います鏡を置けるから <laughs> それはね是非ね皆さんやっていただいた方がいいかなと思いますそうですねまあその時も是非さっき言ったプラスアルファのポイントとしては ですかね、まあ私もそうだったんですけど座骨測る時ってあんまりこうなるべくちょっと下にってあるじゃないですか <laughs> 座骨があのそんなに高くない方が足が長いって思ってたからただこの場合は座骨もこうやってこう引き上げていただくとさっきのバレリーナさんが頭周時にのっかりやすい状態になるので引き上げてあげた方がいいです。 でまあ、今から春になって夏になって薄着になってくると,ほんと余計にここら辺が分かりますちょっと今局長が目の前にいるので顔顔がめちゃくちゃタイプなのに超猫背だなって思う女の子いません <laughs> うなずいてるうなずいてるあの女性はね本当にやった方がいいと思いますよ座り方。 ね、<laughs> 本当に顔めちゃくちゃ可愛いのにすっごい猫背で座ってる女性ってすごい多いんですよ私はめちゃくちゃもったいないなと思っててで言い方悪いんですけど顔がそんなにタイプじゃなくても姿勢が綺麗だとトータルで綺麗に見えるんですね。たまに後姿で めちゃくちゃゃくスタイルいいなとかめちゃくちゃ何だろうなそのシルエットが綺麗だなとか思う人っていません後ろ姿で振り返るとタイプじゃないっていうのはあるんですけど <laughs> あの男性陣結構うなずいてる <laughs> そうなんですよあの女性でもやっぱそうですもん綺麗だなって思うシルエットの方ってどうしても目がいくんですよね 電車で座ってても何ですかね綺麗な方ってやっぱ綺麗に座ってらっしゃるんですよ足揃えて。でたまになんですかねあ寝ちゃって足がちょっとパカって開いてパンツ見えるかなっていう思う <laughs> 女性とかって足が足の筋肉が弱いので開いちゃうんですけどそうするとえっ、ー、とももが太かったりするんですよ。 なので女性は足頑張って閉じてて内もものトレーニングしてた方が足も細くなるし目の前のおじさまたちにこうじろじろ見られることもないのでぜひ女子は <laughs> 座り方気にしていただいた方が個人的にはいいかなとすごい思います。で喋りすぎて時間がなくなってしまったんですけどで基本あのー、もしオフィスワークで肩こりがすごいひどい方に関しては。 ぜひこの腕のなんだろうねじれからこっち側のねじれから肩が入ってくるので、えー、と手のねじれをぜひ取っていただいた方がいいんですよね。なのでななんだろうな皆さんお尻の下に手入れる時ってこうやって入れません小さい頃。 ううんうんってこうやって多分入れたと思うんですよお尻の下に。なんですけどこっちじゃなくてこっち側っって入れられらます <laughs> こっち側にお尻の下入らないですよね今局長がもう無理って言ってますけど <laughs> 腕のねじれが強い方って大体肩がねじれて入っちゃってるのでまず腕のねじれを取ってあげるっていうことをやってあげた方が肩が開きやすいんですよ。 なので、まあ、お尻の下にこっち側を入れてあげたりとか、まあ、あのこっち側にストレッチしてあげたりとかまず腕のねじれを取ってあげる。であと余裕があったら何ですかね筋肉って縮むので伸ばしてあげるっていうのが大切なんですよ。羽生結弦君とかやっぱすごい体の使い方綺麗で例えば。 横にした時に指先とここの肩関節を一番遠い状態にすると多分腕ってすごい伸びると思うんですけどそういう状態でまず腕のストレッチをぜひディスクワークの方は入れてあげてください、まあ、それがちょっとワンポイントレッスンになりますで今日はですね50分終わりそうなんですけれども最初にごめんなさいお伝えし忘れました あの私今日マスクなしでまあ一人だったのであれなんですけどちゃんとトレールっていうオゾンを耐えてますのであのー、コロナ対策バッチしで今日送らせていただきましたであとはですね番組の質問などはツイッターがありますのでこういうところにご連絡をいただければいいかなと思いますよろしくお願いしますそれでは今日ありがとうございました